皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回も恐竜だらけの砂漠でサバイバル生活をするゲーム、アーク実況プレイ続きをやっていきたいと思います。それでベノムちゃんの調子はどうなんだぜ。バッチグーですよ。レベルもかなり上げましたし。それは良かった。で、ここはどこなんだぜ。ベノムちゃんのレベル上げ中に面白いものを見つけたのでマリサに見せてあげようと思ってね。うお、なんじゃこりゃ。すごいでしょ。謎の生物の像？この生物、どこかで見覚えないかしら。もう少しよく見せてくれ。どうぞ。サソリの尻尾と翼の生えたライオン。なんだこいつキメラか？というかそもそもこれまでこんな生物に遭遇したことあったっけ？まあ言うても実際に遭遇したわけではないんだけど。遭遇してないならわかるわけないやろ。以前洞窟に探検に行った時に。ああ、思い出した。あの壁画のやつか。ですです、あの壁画のやつと同じだと思うのよ。確かに同じだ。壁画やら像があるってことは、やっぱりこの世界のボスキャラだよね。その可能性が高そうだな。この穴なんだろうね。霊夢みたいな罪人を落とすんだよここに。は？これはあのキメラの顔か？おっかない顔してるわねー。こいつともいつか相まみえることになるんだろうな。それはそうと、ベノムちゃんのレベル上げ中にもう一つ面白いものを発見したのよね。なんだぜ？ここでマップ内に点在する探検家の記録の一つを見つけたんだけど。その記録とは？それがこちらのまだ見ぬ新生物、フェニックスについての記録だったのよ。フェニックスって、500年ごとに診断の上で自ら焼け死に、その肺の中からまた幼鳥となって蘇ると言われているエジプト神話の霊鳥？そう、このゲームでも超レア生物として存在しているみたいで、全域で一体のみしかスポーンしないんだって。とんでもなくレアな生物やんけ。それも天候が猛暑、スーパーヒートの時にのみ出現し、スーパーヒートが終わると灰になっちゃうんだってさ。そんでまたスーパーヒートになった時に灰から復活するわけか。ですです。捕獲、半端なく難しそうだな。ただそれだけの苦労に見合った能力を持ってるからねこのフェニックスは。ほう、その能力とは？肉類や金属鉱石をこんがり肉やインゴットに変換してくれるみたい。それは、すごいな。捕獲方法も変わっていて、火や、火炎放射器、ファイアワイバーンのブレスなどで捕獲値が上がっていくそうよ。ちなみにファイアワイバーンのブレスが最も効率が高いんだってさ。流れ読めたぞ。勘のいいガキは嫌いだよ。フェニックスを捕獲するのにファイアワイバーンのブレスが最も効率がいい。つまりこれからファイアワイバーンの卵を盗みに行くってことだろ？まあもともとファイアワイバーンとライトニングワイバーンを仲間にするつもりではいたんだけどね。ふむ、それで卵を盗むための準備はできているのか？ファイアワイバーンの卵がある巣の場所はすでに調べてあるわ。なら話は早い、作業にかかろう。ということでワイバーンの巣までやってまいりました。それでその卵はどこに？卵ファイアって紫色のピンが刺さってるところよ。卵ファイアって、もうちょいマシな名前はなかったのか。トヨタのベルファイアみたいでかっこいいでしょ？意味わからんわ。とにかくもうすぐ着くわよ。気を引き締めていくんだぜ。よし、この辺だね。どこだ？あったあった、右手をご覧ください。おお、あの赤いのがファイアワイバーンの卵か。いかにもって色してるわね。盗みやすい位置にあるな、助かるぜ。これならすぐスから逃げ出せるわね。周りのワイバーンの様子はどんな感じだ？確認してみるわね。とその前に。ほほう、今回の卵は64レベルか。ポイズンの時よりレベル高いわね。それで様子は？これはチャンスかも。近くに2体しかワイバーンいないわ。回収完了だ。ベノムちゃん行くわよ。記憶が正しければ前回卵を盗んだ時は3体くらいのワイバーンに追いかけ回されたよな。来たー。ライトニングとポイズンが追ってきてるな。まだ距離は結構あるわ。さすがワイバーン、アルゲンタビストは段違いの飛行速度。これなら余裕で負けるんじゃない？油断はするなよ。どんどん引き離していく。アルゲンで盗んだ時の苦労が嘘のようだぜ。一体ワイバーンがいるだけでこうも簡単になるんだね。これならいくつでも盗めるな。一旦この卵を拠点に持ち帰ったら今度はライトニングワイバーンだね。ライトニングワイバーンか？あの強力な破壊光線一度使ってみたかったんだよな。私はファイアワイバーンのブレスがどんなものなのか気になるわ。ポイズンの毒攻撃よりは敵に当てやすそうだよな。間違いない。で、後ろの様子はどんな感じなんだぜ。今確認するわね。ああ、まだ来てますね。どんだけ執念深いんだ。そりゃ卵が盗まれたら誰でもああなるわ。この卵は私のもんよ。おとなしく諦めなさい。お、ついに撒いたか？今のところ姿は見えないわね。まあこれだけ距離離れてればどの道捕まることはほぼないでしょう。やったな。まったり空の旅でも楽しみながら拠点に戻るとしますか。
今日は平和な回だな。動画的には地味だけどね。100体ぐらいのワイバーンに追いかけられでもすればトレ高的にはバッチグーなんだがな。さすがにそれは怖すぎる。みんな、帰ってきたでー。無事到着。早速いただいてきたファイアワイバーンの卵を温めるとしましょう。ベノムちゃん。ご苦労であった。おい見たか、今お辞儀したぜ。前回の失敗を踏まえ、新たに改良した孵化施設をご覧あれ。お、床と天井なくしたのか。前回バグで地面に埋まって動けなくなっちゃってたからねー。これなら埋まる心配はないと。天井は大きくなった時にすぐ飛び立てるようにと撤去しました。しかしこれじゃあ室内の温度上がらないんじゃないか？かがり火大量にあるしこれでも平気でしょ。ならいいんだが。ファイアワイバーンの卵、ポイズンよりいかつい見た目してるわね。卵からしてすでにかっこいいな。どんな子が生まれてくるのか楽しみねー。ド派手な柄のワイバーンだったらどうするよ。それはそれでありじゃない？せやな。あとは前回同様孵化するまで待ちましょう。早く生まれてこいよー。じい？そろそろか？ですです。今回は名前何にするんだぜ。ずーっと考えてたんだけどさ、いい名前思いつかないのよねー。そうか。ま、名前は生まれてきてから決めるわ。了解だぜ。生まれた。いやー、誕生の瞬間は何度見てもいいものですな。かがり火を消してっと。なぜか敵対しているので名前をつけます。何にするんだ。パッと思いついた名前だけど。ファイアワイバーンのサファイアですか。名前にファイア入ってるしいいかなって。おお、見た目はいかにもって感じだな。今回も女の子だ。ベノムちゃんに妹ができたな。体力かなり減ってる。早くワイバーンミルクを与えるんだぜ。はいはい。何やってんすか？焦りすぎて操作間違えた。しっかりしてくれよ。これでよし。サファイアちゃんミルクのお時間だぜ。はいどうぞ。これってインベントリに入れておけば勝手に飲むんだよな。前回はそうだったよ。ならこれで大丈夫だな。いっぱい飲んで立派に育つんだぞ。それで次は？サファイアちゃんが大きくなるまでまだだいぶ時間かかるし、その間にライトニングワイバーンの卵拝借しちゃいましょ。そうだな、無駄にパート分けてもあれだしまとめてやっちまうか。それじゃ出発。ってことで本日2度目のワイバーンの訪問。卵盗まれて激おこぷんぷん丸じゃなきゃいいが。ライトニングワイバーンの卵、この辺で見かけたんだよな。この周辺の巣にはなさそうだが。あれー、おっかしいな。もうちょい先に進んでみたらどうだ。そうするわね。うお、ワイバーンがうようよい上がる。ありましたー。わかりやすい卵の色で助かるぜ。何レベルだろうなー。何レベルであろうと持ち帰るがな。すぐ飛び立てるように向きを変えてっと。これでよし。16レベルかー。これまでのワイバーンの中で一番低いな。他にこれよりレベルの高いライトニングの卵があればいいんだけどねー。近くには見当たらないな。しゃあない、今回はこの卵で我慢しよう。今回は近くにワイバーンたくさんいるから気をつけた方がいいぜ。うわぁ、反応早。上からも下からも来てるぜ。あちちちち、ブレスクラッチった。早く巣から離れるんだぜ。ひょえー、すんごい数のワイバーンが追ってきてるよ。地獄絵図だ。これまでの卵泥棒の中で一番キレられてる気がするんだけど。やはりワイバーン界隈でもライトニングは他の2種よりランクが上なのか。まあ強いからね、ライトニング。あれ、でも山を越えてこないぞ。ほんとだ、数が多すぎて途中でどこかに突っかかっちゃったのかしら。こちらとしてはありがたい限りだぜ。一応これで3種類すべてのワイバーンが仲間になったわね。このライトニングを無事孵化させられればな。戻ってきたでゴメスー。セレーナゴメスー。は？ごめん。サファイアちゃんどれくらい成長したかしら。めっちゃ大きくなってるー。順調に育ってるな。いいぞー。それじゃライトニングの卵を食わね。なかなか綺麗な色してるな。この卵の方がサファイアという名にふさわしいわね。サファイアはファイアワイバーンにつけちまったからな。このライトニングの名前どうしようかな。視聴者さんに募集するのはどうだろうか。それいいわね。コメントに思いついた名前を書いてもらって、その中で一番いいねが多かった名前を採用するっての。なら決まりだな。
ということで視聴者の方々、これから生まれてくるライトニングワイバーンに素敵な名前を与えてあげてください。締め切りは来週の木曜日まで。採用されなくてもがっかりしないでね。この視聴者様に名前を決めてもらうの、好評だったら次もやってもいいかもな。てなわけで時間も時間なので今回はここまで。それではまた来週のアーク実況でお会いしましょう。アディオス。